河西のリアキは、北海道上川郡下川町出身のスキージャンプ選手。東海大学附属第四高等学校から、千崎工業、マイカルを経て、現在は土屋ホームに選手兼任監督として所属。2005年度日本オリンピック委員会、選手強化キャンペーンのシンボルアスリート制度、適用選手。血液型 AB 型。 16歳時の1988年より日本代表として国際大会に出場し、1992年アルベルビルオリンピックに19歳で初出場。以来、ディレハンメル、長野、ソルトレークシティ、トリノ、バンクーバー、ソチ、ピョンチャンと史上最多計8回の冬季オリンピックに出場。2001年下川町町民栄誉賞受賞。 2016年ホルメンコーレ連メダル受賞。スキージャンプの選手としては、異例とも言える30年以上のキャリアを持つ。昭和時代、1980年代から第一戦で活躍し、令和4年の2 0 2 2日平均五輪に9大会、連続9度目の五輪出場を目指すレジェンドである。ワールドカップ初出場は、昭和63年である。世界的に見ても、 1980年代の世界選手権並びに、1992年、アルベールビル五輪を知る最後の現役生き残り選手でもある。札幌オリンピックが開催された1972年に、下川町で生まれ、同郷の島高台や岡部隆信らの後を追うように10歳でジャンプを始める。すぐに才能を発揮し、雪印支配全日本ジャンプ。 大会ジュニアの部などで優勝を重ね、中学3年時には宮様スキー大会のテストジャンパーとして青年組と同じ助走距離で優勝した東明宏の飛距離を上回るなど逸材として注目を浴びた。東海第四高校1年時の1988-89シーズン11月に札幌で開催されたスキージャンプワールドカップに16歳6ヶ月の 史上最年少で初出場。1月には第28回 STV カップ国際スキージャンプ競技大会で国際大会初優勝。さらに当時の中村清彦ジャンプ部長による抜擢で2月にラハティで開催された1989年ノルディックスキー世界選手権26歳8ヶ月の日本人男子史上最年少出場。 高校2年生時の翌1989-90シーズンからワールドカップに本格参戦し、12月9日のレイクプラシット大会で初の一桁順位となる9位に入り、翌12月10日にそれを更新する7位。この他に2回7位に入り、シーズン個人総合は24位。高校3年時の1990-91、91 シーズンは不審で W ハイポイントを獲得できなかった。1991年に秋元正宏らが所属する千崎工業に入社した。ちょうどこのシーズンは V 字スタイルへの移行期にあたり火災も習得に手間取った。クラシカルスタイルで挑んだ1991、92シーズン前半の W ハイでは札幌、大倉山大会で6位に入るなど前シーズンの 不調から脱していたが、1月に日本、ナショナルチーム全体の方針として、V 字スタイルに転向してから、五輪初出場した2月のアルベールビルオリンピックでは、ノーマルヒル31位、ラージヒル26位と振るわなかった。しかし、V 字スタイルになれると、再び成績も上昇し、2月29日に行われた、ワールドカップラハティ大会で3位に入り初めて、表彰台に上ると、 3月4日のエルンシェルツビク大会では自己最高を更新する2位。さらに3月22日にハラホフで開催されたスキーフライング世界選手権で金メダルを獲得し、19歳9ヶ月のワールドカップ日本人最年少優勝記録を作った。スキーフライング世界選手権でのメダル獲得は日本人初。 日本国外開催の W 杯優勝は1980年3月の秋元正宏以来12年ぶり2人目である。1992、1993シーズンは、年末年始のスキージャンプ週間では、第1戦オーベルストドルフで3位、第2戦ガルミッシュパルテンキルヒエムは、ジャンプ週間では1971、72シーズンの笠谷幸サ以来となる優勝を達成。 第3戦インスブルックで3位、第4戦ビショフスホーフェンで2位と4戦すべてで表彰台に上り、総合でもオーストリアのアンドレアス・ゴルトベルガーと激しく優勝を争い、総合2位となった。このシーズンは V 字スタイルを完全に習得し、シーズンスキー板よりも体を前に放り出す深い前傾姿勢と前述のジャンプ習慣を含む W 杯参照を挙げて、 総合3位となった活躍からジャンプの本場、欧州では、神風火災の異名を放つ。1993、1994シーズンは、日本国内では、大倉山ジャンプ競技場のバッケンレコードを大幅に更新するなど、圧倒的な成績を残した。スキージャンプ週間は2度表彰台に立ち総合4位。ワールドカップでも1月9日のムーラウ大会で、 秋元正宏を抜いて日本人単独1位となる通算5勝目を挙げた。2月のリレハンメルオリンピックではノーマルヒルで5位入賞。団体戦で銀メダルを獲得した。1994、1995シーズン開幕前の11月24日にノルウェー合宿で転倒し鎖骨を骨折。1月に 復帰して8日の雪印杯に出場したものの直後の11日に再び転倒して同じ箇所を痛め、結局このシーズンはワールドカップ世界選手権には1試合も出場できなかった。1995、1996シーズンは2、シーズンぶりにワールドカップに復帰し、表彰台入りはできなかったがインスブルックで9位に入った。1996、 1997シーズン1月26日に白馬ジャンプ競技場で開催されたラージヒルで2位に入り3シーズンぶりの表彰台に上る19971998シーズンは11月29日のワールドカップリレハンメル大会で3位に入りその後も一桁順位を続ける最先の良いスタートを切ったが12月30日に チームで強じていたサッカー中に原田雅彦にたまたま足を蹴られ左足首捻座を追う。長野オリンピックでは2月11日の個人ノーマルヒルでは7位入賞を果たすも2月15日の個人ラージヒルでは上記の怪我の影響もあって出場メンバーから外されさらに翌16日に発表された団体メンバーからも外される。だが個人入賞ということもあって 直後のテレビ番組や式典では、金メダルを獲得した団体メンバーと共に、出演するなど、悔しい思いをする。その後、3月に行われた、ワールドカップでは22日のプラニツァ大会で4、シーズンぶりの優勝を果たすなど3度表彰台に上り、復活した。同月には所属していた、千崎工業のスキー部が廃部となり、マイカルへ移籍した。1998、 1999シーズンは、ジャンプ週間で、第3戦インスブルックでの優勝を含む3度、表彰台に上り、フィンランドのヤンネア・ホネン、ドイツのマルティン・シュミットらと総合優勝を争い、1992、1993シーズン以来の総合2位、入賞。ジャンプ週間を含むワールドカップでは6勝を挙げて、自己最高体の総合3位に入った。 一試合平均の獲得ポイントは55.28で、これは現スコア方式の1993、1994シーズン以降では自己最高である。ラムサウで開催された世界選手権にも3大会ぶりに出場し、団体戦で自身初のメダルとなる銀メダルを獲得した。1999、2000シーズンはシングルは複数回記録したものの、 前シーズンから一転して、個人表彰台は一度もなかった。2000、2001シーズンは、年末年始のスキージャンプ週間で、ガルミッシュ・パルテン・キルヒエン大会での一勝を含む参戦、連続表彰台に上るなど好調で、ワールドカップシーズン個人総合で4位に入った。2001、2002シーズンは、10月に所属していたマイカルが配布したため土屋ホームに移籍。 ワールドカップでは、逸話直前に開催された地元札幌大会で3位に入ったが、2月のソルトレークシティオリンピックでは、個人2種目とも40位台と振るわず、団体戦には出場できなかった。2002、2003シーズンは1月までのワールドカップでは2度の9位が、最高だったが、2月9日のビリンゲン大会で、優勝を飾ると、直後にバルディフィエンメで開催された。 世界選手権で初めて個人戦のメダルを獲得。団体戦の銀メダルと合わせて出場全種目でメダルを獲得した。2003-2004シーズンはワールドカップ序盤よりたびたびシングルを記録し、1月25日の札幌大会でシーズン初表彰台となる2位。2月28日にパークシティ大会で優勝し、31歳7ヶ月の 最年長優勝記録を樹立した。シーズン総合でも3シーズンぶりの1桁順位となる8位。2005年、マッチ3日課年らを指導した、フィンランド人のカリ・ユリアンティラが、日本チームのヘッドコーチに就任。ユリアンティラの厳しい指導に対し、過去の実績のプライドから始めは強く反発したが、徐々にアドバイスを聞き入れるようになり、その結果助走スピードや飛距離が向上した。 2006年トリノオリンピックでは全種目に出場。世界選手権では2007年札幌大会、2009年リベレツ大会で団体戦の銅メダルを2大会連続で獲得。2009年4月6日、所属する土屋ホームスキー部の監督に就任することとなり、日本スキー界としては異例となるプレイイングマネージャーとなった。2010年2月、 6大会連続出場したバンクーバーオリンピックでも全種目に出場。ラージヒル個人では1本目121.5メートルの21位から2本目に135メートルの大飛躍で順位を上げて8位入賞。団体ではアンカーを務めて5位入賞。2010、2011シーズンは開幕の団体戦で3位に入った。個人戦の最高成績は1月23日。 ザコパネ大会での5位。2011、2012シーズンは、ジャンプ週間より W ハイメンバー入りし、1月28日、札幌大会の15位が最高成績だった。2012年11月15日、フィンランド航空は、葛西則明選手兼監督及び、葛西選手率いるチームうつちやを公式サポートした。二千九年より、フィンエアは公式サポートしており、 今季で4シーズンとなる。2012、2013シーズンは5試合で10位以内に入った。最高成績は3月22日と24日のプラニッツァ大会スキーフライングでの4位。 2013-2014シーズン12月15日のワールドカップティティゼーノイスタット大会で3位入賞し W ハイ信上最年長での表彰台入りした年末年始のジャンプ週間で4戦全てで1桁順位に入り総合5位となった後2014年1月11日バートミッテルンドルフで行われた個人第13戦スキーフライングで10シーズンぶりに優勝し スキージャンプワールドカップ史上最年長優勝を達成した。翌12日の個人第14戦、スキーフライングでも3位、25日の個人第17戦、札幌でも3位に入り、スキージャンプワールドカップ史上最年長、表彰台記録を更新した。2月のソチオリンピックでは、下季冬季通じて、史上最年長で日本選手団首相を務める。2月9日、 最初の競技となったノーマルヒル個人では1本目101.5メートルで1回目主位のカミル・ストッフと10.8点差3位のペテル・プレブッツとは3.6点差の131.2点の8位で2本目に進んだが2回目に上位陣を上回ることができずそのまま7位で終了した同月15日に行われたラージヒル個人では 一回目139メートルを飛び、飛距離は一回目1位のストフと同じだったが、着地で後ろ足がやや流れた、火災の方が飛べ型点が1.5点、低く、また向かい風による減点も、火災の方が大きかったために、計2.8ポイント差の2位となり、二回目は133.5メートルを飛び、ストフの距離を1メートル上回ったことで、二回目の ポイントだけならば、ストッフを上回ったものの、1回目の得点差を覆すまでに至らずそのまま2位に終わる。それでも、1994年、リレハンメルオリンピックでの団体銀メダル以来20年ぶり、個人としては、オリンピック7度目の出場で、初のメダルとなる銀メダルを獲得した。日本ジャンプ勢のオリンピックでのメダル獲得は1998年。 長野オリンピックでの船木和義、原田雅彦以来16年ぶりのことであり、41歳254日でのメダル獲得は、冬季五輪における日本人最年長記録となったほか、冬季五輪ジャンプ競技に限れば1948年、サンモリッツオリンピックにおいて36歳168日で銀メダルを獲得したビルゲルルート以来約66年ぶりの世界。 最年長記録更新となった。同月17日清水玲琉飛竹内拓伊藤大輝と出場した団体ラージヒルでも銅メダルを獲得した。 団体での合計得点はメダル獲得チームの選手中で最高だったこのメダル記録により葛西は更新したばかりの最年長メダル記録を41歳256日と預かながらさらに更新した五輪後最初に行われた二月十六日の W ハイファルン大会では3位に入ったが右膝を負傷した。次の第22戦1試合のみ欠場したが、第23戦より復帰すると、3月7日の第25戦、トロンハイム大会で再び3位入賞して W ハイ、最年長表彰台記録を41歳9ヶ月4日に更新。3月15日にハラホフで開幕したスキーフライング世界選手権では、 個人の初日日本で3位と1ポイント差の4位につけた。2日目の後半日本は強風のため中止になったため順位を上げることはできなかったが、4位は1992年大会の優勝に次ぐ好成績。その後も3月23日の W ハイシーズン最終戦、プラニッツァ大会まで全ての試合で、 トップ10入りを達成。このシーズンは、個人開幕戦で27位になった後は、出場した22戦全てでトップ10入りし、個人総合成績で10シーズンぶりの1桁順位となる5位入賞を達成。 2014年4月1日、1992年、アルベールビルオリンピックから2014年、ソチオリンピックまでの、計7回の冬季五輪最多出場記録、2014年1月11日に41歳219日で、達成した、ワールドカップ最年長優勝記録、同年2月17日に41歳256日で、達成した、 冬季オリンピックスキージャンプ競技最年長メダリストの3つの記録がギネス世界記録に認定された。2014、2015シーズン、11月22日の W ハイシーズン開幕戦のクリンゲンタール大会団体戦で準優勝すると、翌日の個人第1戦でも6位に入る、最先の良いスタートを切った。28日にルカで開催された第2戦で3位に入り、 シーズン初表彰台入り。この試合では伊藤大貴も2位に入っており、日本勢の W 表彰台は2006年1月の札幌大会以来となった。翌日の第3戦では1本目で、最長不等の145メートルで、トップに立つと2本目は風に恵まれず131.5メートルだったが、トップは譲らず、スイスのシモンアマンとの同点で、 通算17勝目を挙げ、自身の持つ W 杯最年長優勝記録を42歳5ヶ月に更新した。ジャンプ週間では、前半の2戦で連続8位、第3戦インスブルックでまたも、アマンと同点の3位、第4戦ビショフスホーフェンでは2位と4戦すべてでトップ10入りし、総合成績で前シーズンを上回る4位となった。その後二月七日の第十一戦、 ティティゼ勢のイシュタット大会まで出場17戦連続でトップ10入りした後2月14日の第23戦ビケルスン大会スキーフライングで3位に入り10戦ぶりに表彰台入り2月18日に開幕した世界選手権では混合団体で銅メダルを獲得したものの自身のジャンプは不調に陥り個人戦ではトップ10入りを逃した 世界選手権後の W 杯で復調し、第29戦、ホルメンコーレンスキー大会で2位になり、最年長表彰台記録を42歳282日に更新。最終的に総合成績で6位となりに、シーズン連続のトップ10入りを果たした。2015から16シーズンは11月22日に、クリンゲンタールでの W 杯個人開幕戦で5位。スタート。 その後は調子が上がらなかったため今季は表彰台獲得は厳しいと感じていたが12月19日の第6戦エンゲルベルク大会では1本目12位の後2回目のジャンプでプレブツ兄弟に続く3位に順位を上げシーズン初表彰台入りジャンプ週間は第1戦オーベルストドルフでの5位が最高で全4戦の総合では日本人トップの7位となり 3シーズン連続でトップ10入りした。FIS スキーフライング世界選手権で5位入賞をした後、1月31日の W 杯、札幌大会から3戦連続の3位入賞を達成。3月4日のビスワ大会でも3位に入り、自身の持つ W 杯最年長表彰台記録を43歳272日に更新した。3月17日の第27戦。 プラニッツァ大会スキーフライングで出場試合数が W ハイ個人で史上初めて500試合に到達。主催者の計らいにより500番のゼッケンをつけて競技を行った。シーズン総合成績は3シーズン連続のトップ10入りとなる8位。また、シーズン中の2月にスキー界で最も権威がある賞の一つと言われているホルメンコーレンメダルを受賞した。 2016から17シーズン11月25日に行われたルカでの W 杯開幕戦は18位。1月4日に行われたジャンプ週間第3戦インスブルックでジャンプ週間通算100試合出場を達成し主催者より記念絶景が送られた。この試合でシーズン最高の10位となった。その後は 調子が上がらず、ラハティでの世界選手権を含めて表彰台入りできていなかったが、3月19日にビケルスンで行われたスキーフライングにおいて1回目5位につけた後、2回目で2位に順位を上げ、シーズン初表彰台入りし、W 杯最年長表彰台記録を44歳、9ヶ月に更新した。次戦3月24日、プラニッツァでのスキーフライングでも4位。 26日の最終戦で3位となり W 杯最年長、表彰台記録をさらに更新してシーズンを終えた。総合順位はトップ10入りは逃したものの、このシーズンも日本勢トップの15位。2017から18シーズンは小林淳志郎、小林良幸兄弟が対等してきたが、全日本選手権、ラージヒルで2人を破り優勝。 W 杯は12月10日のティティゼー、ノイスタット大会で10位となり、シーズン初のトップ10入り。ジャンプ週間は不審だったが、1月13日に開催されたバートミッテルンドルフ、大会スキーフライングで今季最高の5位となった。また、同日にオーストリアスキー連盟により、かつてのライバルのゴルドベルガーや、シュリー・レンツアワーなど、約600名が出席して、 火災の功績を称える祝賀会が開催された。ピョンチャンオリンピック会会式で日本選手団の騎手を務めた。2月10日のノーマルヒルでは104.5メートル、99メートルで21位。17日のラージヒルは121メートルと伸び悩み、2回目に進めず33位だった。W ハイシーズン個人総合は26位で、日本勢では3番目だった。 2018から19シーズンも W 杯メンバーに選出。12月16日の第7戦エンゲルベルク大会で30位に入り、今シーズン初めて W 杯ポイントを獲得した。この試合以外は不調でポイント獲得できない試合が続いていたが、1月27日の第16戦札幌大会でシーズン自己最高の7位に入り、 W 杯史上最年長トップ10入り記録を更新した。しかし、火災以外の日本勢が火災を上回る W 杯ポイントを獲得していたため、世界選手権の代表には選出されなかった。シーズン総合成績は37位。所属チームの教え子、小林良幸が日本人男子初のスキージャンプ W 杯総合優勝を達成した。2019から20シーズンは、 サマーグランプリ、白馬大会でポイントを得られず、夏のコンチネンタルカップに初めて参戦した。W 杯メンバーには開幕戦から選出されたが、5試合連続でポイント獲得がならず、ジャンプ週間への出場を逃し、コンチネンタルカップに回った。W 杯札幌大会では1日目予選敗退、2日目36位で終わり。 W 杯本戦は3試合出場にとどまり、ポイントを得ることができずシーズンを終了した。2020から21シーズンは、コロナ禍で W 杯メンバーの入れ替えが限定され、札幌で行われる予定であった、コンチネンタルカップやワールドカップが中止となる中でポイントを獲得すべく、コンチネンタルカップエンゲルベルク大会に参戦したが、2日とも2回目に進めずポイントを獲得できなかった。 国内戦では、札幌オリンピック記念の3位体が最高であった。太字は、ギネス世界記録に認定された記録。冬季オリンピック世界選手権、フライング世界選手権、ワールドカップ優勝大会ウィキニュースに関連記事があります。スキージャンプ、河西則明選手が41歳で悲願の銀メダル、ソチごリありがとうございます。